三。何だ。カトン、豪華級の術。俺のカトンが効かない。あちこちで。一体どうなってる。侵入者は一人じゃなかったのか。おかげさまに連絡に行く。劉備の情報は持っていないか。渦巻きナルトはどこだ。こいつも知らんか。私は情報部に連絡を。逃げろ。じゃなら、ね、大丈夫。 ありがとうございます。俺が倒れている。あの子がやってくれたようだ。行くぞ。いるか。あ、まさか。私たちにはおかげさまがいるでしょ。戦力およそ3個大隊。侵入者の目撃情報。刻意に朱色の雲模様。ついに来たか。非常事態警報を出せ。それからナルトを呼び戻せ。ダメです。外に出ちゃう。しかまる、これは一体。ガツキが乗り込んできた。先生、ちょっと下がっていてもらえますか。たまれ。それより先生は地下通路を通って避難所へ。俺が途中まで警護する。もう一度聞く。渦巻きナルトはどこにいる。くたばれ。いえ、渦巻きナルトはこの里にいるのか。いる。知らない。術を吸い取りやがる。ならば直接攻撃しかないな。これから木の葉にいる忍びや一般の者たちも含めて全員につけ。わかりました。何が何でもこの里は守る。おかげの名にかけて。九尾の人中力の居場所を吐け。さあ、言え。絵のような奴に何も話すつもりはない。派手に暴れて注意を引いて、肩や金で捜索か。カカシさん、これで差しだ。ならばお前に聞く。九尾はどこだ。ここの人間はそこらの里とは違う。たとえ自分の命を落とすことになっても一人もいない。大気に。コピー忍者の畑かかし、あえて光栄だ。僕も一緒に。うん、行くぞ。
なんだ今の術は。なら、これならどうする。物理攻撃、忍術までも弾き返すのか。もう一人か。もらった。そうか、奴らの目をリンクした。こんな奴を6人も相手にしてたのか。ジライア様は友じゃないね。どうも。こいつの能力は、この体でできるとこまで。ライトン影分身。これで一匹はやれたな。こっちも準備はしてたんですけどね。トラップ影分身、あの時すでに。クラリオは大丈夫か。もうライトン影分身使っちゃったんで、チャクラ半分以上持っていかれてます。父ちゃん来たよ。神羅転生。何をしたんだ奴は。全ての攻撃を弾いたんです。さっきのでみんなやられちゃったよ。全部攻撃弾かれるのに、どうやってやっつけるの。近づけんぞ。しかしそこを狙うしかありませんね。なかなかいい動きをす。殺しておかなければ後々厄介に。ダブル肉弾フェイター。地面からの攻撃前にこの鎖を地中へ仕込んでいたの。へえ、カカシ先生。決めろカカシ。もう一人のペイン、まだ動けたのか。あにゃえ。動けないふりではなさそうだな。遅かったか。お前が影分身でないことは分かって、終わりだ。奴には近づくまい。痛みを知れ。ここまでの被害とは。皆さん急ぎましょう。はい、早く。わかりました。急ぎましょう。急いで。父ちゃん、カカシ先生、僕をかばって。泣くのは後だ、長次。皆様へ報告してくれ。長座さんの犠牲を無駄にするな。しつこい奴らだ。そう、また。と、今までありがとう。走れ長次。チャクラを使い切ることになる。俺の命は。そうか、武術でやり過ごしていたというわけか。カカシか。こんなところにいたんだ。勝意はすでに里の者たちほぼ全てについた。敵の一人の能力が割れました。うん、聞こう。引き寄せの術。なんだ。私たちが食い止めます。ライトン、地中縛り。落とし蓋。こいつ、
頭が増えてやがる。どうやら特別な口寄せだな。口寄せの術。ここか。強力な口寄せです。皆さん気をつけてください。何です？あれは死体だった。ひのいちさん、私たちでフェインの正体を暴くんです。ひの、よく聞け。暗号部のところへ移動するぞ。行くぞ。少しは喋ってみたらどうだ。お前がその気なら自ら喋りたくなるようにしてやろう。コンビネーション D。 承知。ライト支柱縛り。見つを喋ってもらう。ペイ、いい名だ。それが最も信用できるコミュニケーションだ。お前の痛みを俺にも感じさせろ。痛みは嘘をつかない。痛みの中で俺たちは平等だ。さあ、こいつ痛みなど感じていない。それにこの冷たさ、わかるはずもない。口寄せの術。俺たちで救うぞ。これ、せっかく僕たち。こんなやつ、ナルト兄ちゃんから教わった真実で一発だ。真実でしょ？違う。ない人たちを避難させるのか。これ行ってみるんだな。これ気をつけてね、このハマリちゃん。どこにいるんだ？大丈夫か？しっかりするんだ。これ僕もこんなひどいこと。ありがとう。もう大丈夫だぞ。これ、もう殺した一味暁。里にいるのかいないのか。弾を売るような真似はしない。俺の質問に答えなければ次はない。俺は何も知らない。さっさと失せろ。お前の方は本当に知らなかったようだな。とにかくここから逃げなきゃ。やばい、やべえ。好き勝手やってくれたようですね。あなたのような下道は。エビ先生、死に逃げるのです、このハマル君。どこを見ているのです。この程度で私はやられはしませんぞ。エビ先生、ハマ
丸くんの逃げる時間を稼がなくては。どうしたら。逃げたようですね。渦巻きナルトはこの里にいるのかいないか、いるならどちらかはっきり答えろ。なら居場所を言え。ナルト君は私の教え子が彼のこと。貴様、くだらぬ話を長々と。出なければ殺す。ナルト君はこの葉の仲間です。あなたたち暁に何も教えるつもりはありません。ナルト兄ちゃん、どうやらここまでのようですね。このハマル君はうまく逃げられたでしょうか。死ね。俺が相手だ。これ、こんなところで命を粗末にしてはなりません。約束したんだ。これだから俺は逃げ道なんか選ばねえ。里にいるのかいないのか。さあ答えろ。電話かってきたぞ。そんなの知らねえよ。これ、このハマル君。あら、判決。影分身、チャクラの回転、威力、とどめるを極めた。ラケンガン。トルトビ名はこのハマル。覚えとけ。これガツーラ上だ。分かってる。犬たちの護衛に向かった花の分まで働いてもらうからね。おう、全力で駆除するぞ。ああ、お腹減った。どうなさったんですか、ガイ先生。鳥たちがやけに里側から飛んできてるとは思わない。行くぞ、みんな。もう後ろ。鼻に6つ、耳に7つとピアス。こいつか。3人も今やあなただけだ。あなたと話がしたい。神分身か。この匂い、離れろ。しろ。本体にはすでに水が染み込ませてあるのか。強いぞこいつは。お前は確かおときのガキ。覚えていたようだ。渦巻きナルト、キュービはどこだ。さあね。今さらキュービをかばったところで。やはりお前たちの狙いはナルト。じきに争いが始まる。我々の力も分かったはずだ。木陰をなめるな。お前たちの平和が我々への暴力なら、神からの最後の警告だ。ナルトの居場所を言え。言え。それだけのこと。それにお前は一つ、あの忍びがナルトをかばいきれると思っているなら、それは違う。ナルトは強いぞ。迂闊に動くな。この女は死ぬぞ。両国座。どうやらここには妙木座。何？聞いたのか。どうやらここにいても無駄なようだな。どうしてそれを。しずめさん。痛みを知れ。待て、ヘイン。痛みを知れ。どういうことでしょう。奴らがただ引いたとは。ヘイン、とにかく大規模なことだ。あれは木の葉の方向。姫様、遠心水を取ってまいりました。ヘイ、
何をするつもりだ。魔術はあなたの命を縮めることになる。この痛みを忘れない。ここより世界に痛みを。口を栓の術。